サッカー専門誌フランスフットボールが選定する2023から24年シーズンの世界最優秀選手バロンドールが28日日本時間29日にパリで発表されマンチェスター・シティ所属のスペイン代表 MF ロドリ28が初受賞したスペイン人の受賞は1960年のルイス・スアレス以来64年ぶり3人目 1956年に創設され、世界で最も権威がある個人賞。今回は2003年以来、21年ぶりにメッシ、ロナウドの2大スターが最終リスト30人に残っていない中、スペイン代表で今回のユーロ、欧州選手権、を制し、マンチェスターシーでプレミアリーグ4連覇、UEFA スーパーカップ、クラブワールドカップ、W 杯、 の優勝に貢献したロドリに黄金のトロフィーが渡った。9月に膝の前十字靭帯を断裂し、松葉杖姿での登場となったロドリは、僕にとっても、家族にとっても、国にとっても特別な日だと喜びをあらわにした。投票は著名ジャーナリストらによって行われ、男子は FIFA ランキング100位、女子は同50位までの国の人物が対象。受賞者の決定基準は、 個人成績に加えて、チームパフォーマンス、選手の品格やフェアプレーぶりも考慮されている。